はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。表裏一体研究会会長の龍です。さあ本日なんですが、先日ですね、その表裏一体というカードを使った双剣デッキ、多分ご紹介させていただいたかなと思うんですが、こちらのカードね、これの可能性を今日もねちょっとお披露目していきたい。これまあちょっと一応改めて説明すると、これどういうカードかっていうと、8月の末の診断で、実装された UR カードになっていまして、自分のフィールドの光闇属性モンスターをリリースして、そいつと元々の種族とレベルが同じで反対属性の、モンスターを手札かエクストラデッキから特殊召喚するよと。だから光をリリースしたら闇、闇をリリースしたら光を出せるよという、まあ、効果になってるんですよ。でさらにおまけで墓地の光闇モンスターを1体ずつデッキに戻すとカード1枚ドローっていう効果もついてるっていう、まあ、めっちゃ強いんですけど、これこのカードがですね、まあ、いろんなデッキ相性いいんですよ。光と闇を操ってるデッキであれば、今回はこのサイバーというデッキですね、これにねぶち込んできました。これめちゃくちゃ使ってて相性良かったです。これなんでかっていうと、まずねサイバードラゴンがレベル5である。レベル5の光属性、レベル5の闇属性は何がありますか？そうなんですよ、ランページがレベル5の闇属性なんですよ。でランページっていうのは一旦に一度ね、デッキから光属性、機械族を2体墓地送るという動きができまして、これ先行で使っても後攻で使ってもね強くて、まあ、例えばヘルツとなんかサイバードラゴンを落として、その落としたサイバードラゴンを回収するっていう動きもできますし、まあ、単純に墓地に、サイバードラゴンを貯めるっていう動きね、でそこからオーバーロード、持っていくとかいう動きもできますし、あとね1個ねめっちゃ強い動きあって、まあ、今回も、まあ、最強のこの機械時間の夜クロックワークライトっていうね、相手のフィールドと自分のフィールド上のモンスター全部機械族にするっていうカード入ってるんですけど、これを発動した上でサイバードラゴン特殊召喚すると相手のモンスターが全部フォートレスに変わるんですね、キムラティックフォートレスに。これサイバードラゴンプラス機械族モンスターをフィールドから墓地を送ると融合召喚できるよっていう効果ありまして、まあ、効果っていうか、まあ、出すルール効果みたいなのがありまして、クロックワークライトを発動すると全部のモンスターを吸えるんですよ、相手のフィールド上のモンスターを全部機械族にして。でこの動きをした後に出てくるのがキムラティックフォートレスですと。でこれレベル8闇属性機械族なんですよ。これねレベル8光属性機械族もいるんですね、これなんですよ、サイバーツイン。だから要するに何が言いたいかっていうと、相手のフィールドのモンスターを機械仕掛けの夜クロックワークナイトで全部吸ってキメラティックフォートレスにすると、だいたい打点がなんか4000とかになるんですね、3体ぐらいするとね4000とかになって、でそいつでぶん殴った後に表裏一体ぶち込んでこいつをサイバーツインにするとなんとワンキルができるっていうこれ最強ムーブがありましたね、これをねちょっと今日は決めていきたいなというふうに思ってます。だから、まあ、2種類なんだよねこのデッキ。結構この辺のモンスターがランページに変わったり、このモンスターがこっちに変わったりするから、なんかね使っててめちゃくちゃ面白かったです。ちょっとこれこんなに積むカードかどうかっていうのは怪しいけど、はい、まあ、今回はちょっと動画用にこういう感じにしますが、まあちょっと減らしてもらった方がいいかなと思いますけどね。まあちょっと決まった時めっちゃ気持ちよかったんで、早速ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。あ、クロックワークナイトが来ている。よし、これはもうクロックワークナイトで相手のモンスターを根こそぎ吸うしかねえこのクロックワークナイトマジで、ね、楽しいわこのカード。相手めっちゃ焦るからさ、このカード発動されるとそれがねもう目に見えるんでね、めちゃくちゃ楽しいですねこのカードは。ティンマネキンキの飛びでしょう。アルティメット最強分からせムーブができるからね。全モンスターを何拮抗勝負、墓穴、抹殺、クシャトリア、ユニコーン、無限抱擁、失勢の宝刀、あ、クシャトリアだな、まあ、おそらくクシャトリアデッキだと思われるが、クシャトリア、ユニコーンいいだろう。宝刀な、普通にな、なんか打たれた時の不快感は結構やばいよな、はい、ユニコーン。ユニコーンでさ、バース持ってきて、宝刀でユニコーン飛ばすの、これインチキじゃない？あまりにも。あまりにもその動きインチキなんだよね。で、バースいいよ。宝刀って言ったらお前殺すぞマジで、殺害するぞ、殺害せよ。何、雷先人、え、ライフ払わないと出てこないんじゃないの。ああ、召喚したのかバースで、なるほど、通常召喚ね、はい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 。ああ、やばい、スターシップギャラクシートマホーク。え、これ何、これどこまで行くやつ。え、これ待ってラドンはやめてラドンは良くない、ラドンムーブは良くない。うわー、めちゃくちゃなこと起きたこれ。あれですか、あ、でもアナコンダはできない、マスカレーナラドンとかなのかな。うわ、キメえマジで。いや、召喚ムービーはエロいけどね、召喚ムービーはエロいけど普通に動きはキモいあ、リンクスパイダー、リンクスパイダ
あーアライバルかな、アライバルサイバースか。あそれはね、あのね余裕で処理できるから大丈夫。アライバルサイバースはサイバードラゴン召喚で処理できるから、サイバードラゴンデッキはこれ全然大丈夫。何これ4歳アライバル。あはいはいはい、あなるほどね、メインデッキにゴミ入れないタイプの人ね。はい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 、ジアライバルサイバース全然問題ない、それは全然問題ない。なんならサイバードラゴン召喚しなきゃ終わるかな、あのデッキセットセットいいでしょう。はい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 、なるほど、龍一ですね。あ機械複製術きたってことは、これクロックワークライト発動しちゃうとやばいな、打点が上がっちゃうんだよな、機械複製術打てなくなっちゃうからちょっと待って、これ効果発動しちゃいけないね。効果発動するとユニコーンでワンチャンメガフィルター抜かれるから、機械複製術先打って対象これで、サイバードラゴンも2体特殊化したい。なんかあるない、 OK。でサイバードラゴンも2体特殊召喚していく、 OK。 でサイバードラゴンとエクストラモンスターゾーンのモンスターでメガフリート爆誕させてつえ、これちょっとこれ家だな、これキャンセル、ユニコーンがいるからキャンセルで、さあ爆誕させて、でクロックワークナイト爆誕させて、全部機械族にしまーす。お前今から機械族な。で、超変身。サイバードラゴンと機械族。全部ありえん処理してて草。すべてのモンスターをありえない処理方法で処理していく。効果を受けないモンスターも一瞬で処理していくスタイル。これがサイバードラゴンデッキよ。あまりにもインチキ。ってか、これ足りてんじゃね、あのちょうど8000なんだけど。これバトルフェーズでしょ、これ。もはや。バトルなんだけど、これ圧倒的バトルフェーズで相手分からせればいいんじゃないの。でまあワンチャンなんか飛んできたら表裏一体するわ。さあ2500パンチぶち込んでいく、25パンチぶち込んでいく、なんだ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 、どうしたこのチェーンは。無限砲よ、え、それサイバードラゴンヘルスルーディベアだったのに、サイバードラゴンヘルスルーディベアだったのに、それかわいそうに、サイバードラゴン状態にならないから機械複製術できなかった可能性あるのに、まあ、ちなみにキメラティックフォートレスを変身させると表裏一体でサイバーツインドラゴン出てきちゃうんだね。つえうわ2連打対戦ありがとうございました。あぶねー、無限紅葉は多分ね、サイバードラゴンヘルスに打たれてた、結構きつかったね。機械複製術がな、なんかエマージェンシーサイバー複製術とかいう名前になってくれたらさ、サイバー流複製術みたいな名前になってくれたらなんかサージできんのにね。これそれがないからさ、ちょっとやることないんだよな、先行だから。まあ高校取るしかないんだけど、表サイバーだけだとね、裏が入ってると、まあ一応サイバーエンドとか落としてサイバーダークネスとかね、そういうのもできるから、まあ言うてねって感じなんだけどね。やっぱちょっと先行がやることないのかなというところがあって、まあ楽イーゴ入れるとね、なんかミラージェードとかそういうの出るけど、ヒーローか、なるほど、いいでしょう。まあエドフェニックス相手、エドフェニックスですね、持ってくる俺の心臓。エドフェニックス相手だ、 GX 対決だ、来たぞ、熱い。なんか分からんけど、なんか展開なんか全然弱いけど、え弱くね、え、そんなことある？デスフェニーとか出さないわけ？なんだこのヒーロー。なんかすげえ展開弱えな。めちゃくちゃ展開弱えな。ちょっと伏せカードが多いのが気になるが、エマージェンシーサイバーはどうだ？エマージェンシーサイバー通る。あー通るんだ。エマージェンシーサイバー通るんだ。なるほど。機械複製術。あるんだけどな、これわかんねえ、なんだろうなあれ、マジでわかんねえ、なんだあれ、あれなんだあれ、なんだあのカード、マスクチェンジでもねえのか、ちょそれ何その伏せカード、サイバードラゴン特殊もするか、サイバー特殊しちゃってこれ通っちゃうとやばいよ、これ全部機械になってるから、これなんかあまりにも最強の融合が通ってしまい、やばいよこれ。あ増資ね、あ増資はいいよ、あれなるほど増資か、
え、じゃあこれ融合できるってこと？やったやったぜやったぜ、おいおいおいあい激ヤバ激ヤバムーブ来た、激ヤバムーブ、あー間違えた、やっちまった、やべー、クロックワークライト発動してもうた、いやこれ、いやもうなんで500上がるのすぐ忘れるんだかな俺、いやすぐ忘れんだよなこの、やばいやってしまった、どうしよう、え、でもサイバーツイ、え、これキムラテックフォートレスでぶん殴ってなんもなかったんだけどさ、これサイバーツイ出したら勝ちだよこれ、バトルだ、ちょ毎回やっちゃうんでクロックワークライトのって500打点上がるのめっちゃ忘れる、余計なんだけど機械複製したい場合、あ、インクレースいいよ、インクレースはいい、いいだろう、いけ、キメラテックフォートレスドラゴンでダイレクトアタック、さあ通れ、4号だぞ、通れ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 、頼む、考えてんな、いて考えてんな、通った通った、表裏一体は表裏一体どうしよう、これこれどうすか、キメラテックフォートレスをサイバーツインドラゴンに変身、いけ、サイバーツインドラゴンの攻撃、エボリューションツインバーストだ、うわえ、ちょっとその伏せカード3枚何、オーバーロード来すぎだろマジで、どんだけ殺意高えんだ、ピュアリーマイフレンズ来た、いつも輝いていたね、いや全然輝いてない、全然輝いてない、このデッキ普通に輝いてない、スリーピーメモリー OK、 スリーピーメモリー OK、 スリーピーメモリー発動、マイフレンドから打ってるのはまあそんなに強くない気がするけど、救いの駆け橋、お前コストっていうか捨てるカード強ない駆け橋型か、いやそれちょっときついんだよな、やべ全然手が減ってねえじゃん、やばすぎなんだけど、ちょ助けて、デリシャスか、プランプか、プラプラプランプか、はい了解しました、普通にイカレポンチ展開飛んでくんな俺で、プランプ効果で魔法トラップゾーン吸収ね、で 3P メモリーが3枚もあんの、ちょ3枚持ちてんのこれやりすぎじゃない、そんなことある、セット、あーストレイね、はいはいはい、ストリート発動していく、いいでしょう、いやまあノワールワンチャンさ、エマージェンジサイバーでサイバードラゴンコアからのえ、やばいの来たえ、嘘でしょ、やばいやつ来たんだけど、何じゃシアバターって、俺魔法トラップ使えないやん、しかも打点高っ待って待って、邪神アバターとかいうモンスターの打点高すぎん、あーやばい、これスリーピング、やばい、これで3枚ドロー入る、3枚ドロー入るぞこれ、やばいぞガチで、やばい、3枚ドローからの、え、なんか、あ、でもてかあの世界の絶対ピュアリーブだもんあれ、やばい、え、これ6枚ドローされんの、えぐっ、あやばい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 、ちょっとやばい、かそあの6枚ドローとかの前にそもそもねアバターがやばい、普通にジャッシンアバターがガチでやばい、ちょ魔法トラップ使えないとかいう地獄みたいな制約、ちょっとこのデッキ積んでるかな、それ5400のアバターは草、ちょっと待って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 、強すぎるだろそれ、待ってくれ、なんだその6枚ドロー&ジャッシンアバターって、やばいってそれは、ガチでさ、これ俺何ができるの、この反動魔法トラップ使えなかったら俺何もできないんだけど、俺いやなんかマジです、これサイバードラゴンコア召喚エンドなんだけど待ってってか相手の手方の枚数おかしくない、マジでやることないけど召喚エンドだけど、もサイバードラゴンコア召喚してリペアプラント持ってきて
いや本来であれば一応効果通るとワンチャンその相手が寝ぼけてると怪獣サーチできるんですけどね。でこうしましてこうですね。でアルミラージですね。おお何も光りませんね。何一つ光りませんね。これどういうことでしょうか。あれこれやばくない。また来んの。おいその黒い弾強すぎるだろ。ふざけんな。なんだこの盤面、何が起きてんだこれ、全く理解できない。